ジェローム・デイビッド・サリンジャーは、アメリカ合衆国の小説家、ライムギ畑で捕まえて、などで知られる。1919年1月1日、ニューヨークのマンハッタンで生まれる。父は、ポーランド系ユダヤ人の実業家、ソロモン。母は、スコットランド・アイルランド系のカトリック教徒の、娘マリー。また、8歳上の姉ドリスがいる。父は、 食肉やチーズを販売する貿易会社の経営をしており、一家は裕福だったと言われる。マンハッタンにあるサリンジャーの成果1932年にマークバー2校に入学。この頃は演劇に関心を持っており、入学面接では演劇と熱帯魚と答えている。しかし、学業不振を理由に1年で退学処分となってしまう。 その後ペンシルベニア州のバリー・フォージ・ミリタリー・アカデミーに入学し、卒業まで過ごす。この学校は、6でもない子供を叩き直すという厳しい教育方針だった。また田中の保守的な学校であり、ユダヤ人に対する差別意識があったようだが、卒業まで無事過ごす。卒業後、家業を継ぐため親戚のいるヨーロッパに渡る。帰国後は、 様々な大学を転々とするが、1939年にコロンビア大学の長考生、いわゆるモグリとなり、ホイット・バーネットの創作講座に参加する。バーネットの授業に参加して大きな影響を受けたようで、諸女作、若者たちが初めて掲載された雑誌はストーリーである。わずか25ドルではあったが生まれて初めての原稿料を受け取った。また、 これがきっかけで小説が他の文芸誌にも掲載されるようになる。1941年にマディソン・アベニューの外れでの些細な抵抗がザ・ニューヨーカーに掲載が決まる。12月中に掲載される予定となったが太平洋戦争の開戦による影響で作品の掲載は無期延期となってしまう。ちなみにこの短編は作家の分身とでも言うべきホールデン・コール・フィールドが 初めて登場した作品である。1941年から劇作家、友人オニールの娘、ウーナ・オニールと交際しており、軍務についてからも文通していたが、ウーナは1943年に突如チャールズ・チャップリンと結婚してしまう。1942年、太平洋戦争の勃発を機に自ら志願して、陸軍へ入隊する。 二年間の中東地での訓練を経て1944年3月、イギリスに派遣され、6月にノルマンディ上陸作戦に一兵士として参加し、激戦地の一つ、ユタビーチに上陸する。フランスでは、情報部隊に所属する。8月、パリの解放後新聞特派員として、パリを訪れたアーネスト・ヘミングウェイを訪問する。 現役中に書いた最後の休暇の最後の日を読んだヘミングウェイはその才能を認めて称賛したという。しかし彼のバイタリティとは相入れなかったようである。その後の激しい戦闘によって精神的に追い込まれていき、ドイツ降伏後は神経衰弱と診断され、ニュルンベルクの陸軍総合病院に入院する。入院中にドイツ人女性医師、シルビア・ベルターと知り合い結婚。 1945年11月除隊。12月に、ライ麦畑で捕まえての原型となる作品、僕は、ちょっとおかしいが、雑誌、コリアーズに掲載される。1946年、シルビアとの短い結婚生活が終わり、離婚したことによって生活も大きく変化した。ヤッピーのような生活を送り、また、ニューヨークのボヘミアンとも多く交流を持つようになる。 1949年頃、コネチカット州、ウェストポートに家を借り執筆生活に専念、ライムギ畑で捕まえての執筆を開始した。1950年1月、短編小説、コネチカットのひょこひょこ、おじさんの映画化、愚かなり我が心を、ハリウッドのサミュエル・ゴールドウィンが全米公開するが、映画の評判はかんばしくなく、サリンジャーもこの映画を見て激怒し、 それ以来自分の作品の映画化を許可することはなかった。1950年秋、ライ麦畑で捕まえてが完成する。当初ハーコードプレスから作品は出版される予定だったが、狂人を主人公にした作品は出版しないと出版を拒否される。結局リトルブラウン社から刊行された。文丸からは賛否両論があり、また、 保守層やピューリタン的な道徳的思想を持った人からは激しい非難を受けた。しかし主人公ホールデンと同世代の若者からは圧倒的な人気を誇り2007年までに全世界で6000万部以上の売り上げを記録。現在でも毎年約50万部が売れているとされる。しかしこの成功によってニューヨークで静かな生活を送ることは次第に難しくなっていった。 結果、ニューハンプシャー州のコネチカット川のほとりにあるコーニッシュの土地を購入、原始的な生活を送り、地元の高校生たちと親しくなり、交流を深めることになる。しかし、その関係も長くは続かず、親しくしていた女子高生の一人が学生新聞の記事として書くことを条件に受けたインタビューの内容をスクープとして地元の新聞にリークしてしまった。 このことに激怒し、高校生たちとも縁を切り、社会から孤立した生活を送るようになった。1955年に、ラドクリフ大学に在学中のクレア・ダグラスと結婚。数おかずめを設けるが、次第に発表する作品数を減らしていく。1953年、いわゆるグラース屋シリーズの第一作、バナナフィッシュに、うってつけの日をはじめとする短編集。 ラインストーリーズを発表する。1961年にフラニー・とズーイ、1963年にダイクよ、屋根の梁を高く上げよ、シーモア、序章、を発表し、その後も同シリーズの刊行が続くものと思われたが、1965年6月にニューヨーカーに掲載したハプアース16、1924を最後に作品の発表を止め、 作家業から事実上引退した。1967年にクレアと離婚。1972年に当時18歳だったジョイス・メイナードと短期間同棲。1990年頃からは約50歳年下の看護婦と結婚生活を送っていたという。晩年のサリンジャーは人前に出ることもなく、2メートルの塀で囲まれた屋敷の中で生活をしていたとされる。 彼には、ヨステ人のイメージが付きまとうようになり、一度小説を書き始めると何時間も仕事に没頭し続けており、何冊もの作品を書き上げている、など様々な噂がなされた。ただ、実際にはサリンジャーは、街で、ジェリーと呼ばれて親しまれ、子供たちとも話をし、毎週のように、教会の夕食会に参加するなど、地域に溶け込んで暮らしていたという、住民の間では、 彼の私生活を公害しないことが暗黙の了解だった。1985年、作家、評論家のイアン・ハミルトンがテキサス大学でサリンジャーの書簡多数を発見し、これを元に電気を書いたが、構成ずりの段階でサリンジャーが異議を申し立てて裁判を起こした。ハミルトンは二度書き直したものの、サリンジャーはニューヨークの法廷に姿を現し、 一審でハミルトン側が勝ったが、二審で覆り、結局ハミルトンは、サリンジャーの書簡を引用しない版を刊行した。2009年、ライムギ畑で捕まえての続編と称した、60 years later Coming through the、カミング、スルーザライが、スウェーデンの出版社ニーコテクストから出版されると知り、その著者である、JD カリフォルニアのある人物とニーコテクストと相手、ドリ。 6月1日に著作権侵害で提訴した。訴状は、続編はパロディではないし、原作に論評を加えたり、批評したりするものでもない。ただ不当な作品に過ぎないとして、出版の差し止めを求めた。2010年1月27日、ニューハンプシャー州コーニッ日州にある自宅にて老衰のため、死去。遺族がサリンジャーの未発表原稿を所有しており、 2019年現在、出版に向けた準備が進められているとされる。下記の日本語訳作品は、現在入手可能な主な版本。他にも、複数の版元で日本語訳が出版されている。1965年に、サリンジャーが発表した最後の作品として、雑誌、ニューヨーカーに掲載されたが、米国では単行本化されていない。 サリンジャーが雑誌に発表した30編の短編のうち9編を選んで編まれた短編集が9ストーリーズであり、それ以外の短編は米国では単行本化されていない。ありがとうございます。